シナモンが逆。前髪ピン向きがあるんでね、2種類。それをこっちに分ける人なので、こっちタイプ。あ、ピンなくても止まっとるわ。今日ね、今日というか最近もう巻く前髪に戻したけんさ、夏が終わって長いんよ前髪。夏は湿気で巻きが取れるけん、これぐらいやったんよ。眉毛よりは下ぐらいのこのぐらいやったんやけど、今は長いです。意外とね、意外とこれぐらいあるんですよ。サラみたいに巻いとる人は意外と長い。長くない？みんなが思っとるより長いかもしれない。冬は湿気がないので長め。というか今年の夏はもう湿気がすごすぎて、自分の機嫌は自分で取ろう作戦で、ちゃんと前髪を短めにしていたので、長い。これはこれでいい、よくないやろ。前髪が目が前髪で隠れる。お眉とはかけ離れています。長いでしょ。ちまんちさん、中野さん、ピレスさん、ゆうちゃん、コスモスたくさん、あさちさん、おいでます元気さん、バラ、奥ゆきさん、みつるんさん、さやまっちゃさん、ちゃんかなさん、えんちゃん、ありがとうございます。そう、別にね、視界不良ではない全然この前髪程度やったら全然ね、視界不良ではないんやけどね。アフタヌーンティーインスタ載せましたよ。眼球には刺さりません。ここにはいないからそう、これぐらい長いから止めてるんですよ。ちょっと適当に止めた。今日ちょっとね、あの裏地の長袖の
トレーナー、まあ、みたいなのを着て外ちょっと歩いたらめっちゃ暑かったけん、ちょっとまだ裏地は昼には必要ないなって思った。めっちゃきのこさん、ともゆきさん、みんみんさん、たけまつるさん、みろやくん、ありがとうございます。夜はね、あれなんやけど、昼はちょっとまだまだって感じ。週末気温下がる。そうなのか。明日が真夏日、それは広島もなのですかね。結構関東とあれでとか場所によって全くもって違ったりするけど、この前の東京めっちゃ寒かったし、広島乾燥注意報が出てる、すごい。明日は夏日、広島夏日です。真夏日ではない、夏日らしい。ポリンキー買ったんや、ポリンキーさ、明太味のお菓子が一番好きかも。あれにも うまい棒とかも全部。扇風機つけてた昼、そんな暑かった？嘘、そこまではね思わなかったけど、なんか裏地は必要ないなって思ったよ。すけさん、たねさん、ありがとうございます。昔ポリンキーの歌が、ポリンキーの歌どういうこと？ジャガジャガリコリコみたいな歌ってこと？これめっちゃ美味しい、好き。
三角。知らん、知らないんだけど、知りません。なんでみんなそんなの知ったの。逆に知らんけど、これかな。45秒もある。やっぱリンキーってさ、そんな昔からある。びっくりするぐらい知らん。え？死ぬほど知らん。え、てかそもそもポリンキーって昔からあったんだって感じ。本当やこのこれが乗っとるの8年前だ。分かった。さあ割と最近知ったかも、ポリンキーっていうお菓子。初見。初見でした。全然知らんかった。スコーンはわかるけど、全然知らんかったんやけど。ハンサムなポール、ドジなベル、頑張り屋のジャンだって。全然知らんかった。スコーンは知っとるけど歌は知らんよ。ポリンキー自体こんな昔からあるものだと思ってなかった。これはさ、普通にジェネギアと言いますか、ここが違って知らんかっただけやけど、
ご当地のやつとかも結構あるよね。ドンタコスの CM、 ドンタコス食べたことないか。ポリンキー33歳って、生まれる前からあるわ。ワンチャン前世ワンチャン前世ぐらい。ポリンキー好き、おいしい。こんなの軽すぎて空気。ひーちゃん、ライディーンさん、さかさん、ありがとうございます。うん、かっぱえびせんの CM は知ってるよ。やめられない、止まらないやつ。かっぱえびせんのやつは知ってる。じゃがりこの CM は世代です。あれはヘバい。もはやさ、じゃがりこぐらいのさ知名度というかあれになったらさ、 CM 必要ないよね。佐野の懐かしいお菓子調べてみようかな。ご縁があるよ、ご縁があるよ。懐かしい、あのチョコ、ご縁があるよ。あとツインクル懐かしい、これもツインクル懐かしい。みんな何知ってるんや。え、ポポロンってさ販売中止になったん。ポポロン昔ね、セブンイレブンと AKB さんのコラボのやつでポポロンのやつあったんよね。懐かしい。まあカールはねないと言いつつちょこちょこ売っとるけん、全然見かけるけど。
梅ジャム食べたことない。ひもきゅう超ひもきゅうグミ終わったよね、遠足で。小学生の頃とかの遠足でね、買い寄ったひもきゅう。小学生の体には縄跳びにできるぐらい長かった縄跳び。カールはね、大阪で、大阪かな、まあ見かける。ねるねるねるねは今もあるかね。ポリンキー食べた方がいい。結構好き。じゃがりこ、片揚げポテト、ポリンキーかもしれん。まあでもポリンキーはコンビニでは見かけん気がする。スーパーとかじゃないとない気がする。ポリンキーの歌が頭をぐるぐるしてるって。さあもう全然覚えてない、ジャンしか覚えてないジャンだけ。たまにめっちゃ味濃いやつがある。うんうん。味あるよ、これ明太味だよ。明太味、逆にさ明太味しか食べたことないかも。他に何味があるの？さあこれしか、明太味が好きで食べとる。何これ、普通のやつか。2種類しかないんかな。あっさりコーン、
本も小池屋。さ、薄塩味のねお菓子あんま食べ選ばんかも。なんでも薄塩味はあんま選ばない。エアリアル、わかる。エアリアルも好き。あの食感というか、なんと言いますか、サクーの感じでしょ。エアリアル、わかる。カールもカレー味やっけ。が好きやった。薄味じゃねえ。足りない。ご飯とかは別に濃い味が好きってわけじゃないんだけど、なんかお菓子、特にこういうスナック菓子を食べたいときは、そういう味の濃いものが多分食べたくて食べとるけん、薄味じゃ足らんのです。スコーンも迷った。あれはもうめっちゃ味濃い。あ、でもさ、ちっちゃい頃からね、ベジ食べるは好き。最近見かけてないけん買ってないけど、ベジ食べる、美味しい。あれさやえんどうのやつ好き。なんか美味しい。カラムーチョも好き。甘いお菓子にでも七味かけてるさあ、それはないです。ピリリは好きやけど、私はそれはない。お酒飲まないよ。コーラも飲まない。さ、飲み物は本当にね、基本お茶しか飲まん。常温の水も飲めんけんさ、まあ、家にはウォーターサーバーがあるけん
家ではね、飲む分だけ水入れて飲むけど、でもさ、おつまみ系のやつも好きよ。ちっちゃい頃の方が好きやった、今よりも。シャキイカとチータラとスルメめっちゃ好きやった。お菓子買ってもらうときによく買ってもらいよった と、じゃがりことオレオとカントリーマン、それがいつものちっちゃい頃からずっと食べとるおかへ。オレオを牛乳にドブーンとつけてちょっとしなってなった感じで食べるのがめっちゃ好きやった。じゃあ最後の一個、こういうお菓子は最後の一個の瞬間が一番悲しい。ああなくなったってなる。チーズ系、チーズ好き、チーズめっちゃ好き、チーズは好きですよ。だこういうのを食べるとしても飲むのはお茶。ジュースもね、そんな飲みたいとは思わんけんね。最後の一つで気まずくならなくていいって日本人ですね。
あ、そう、これも買ってみた。これはもうおじさんの食べ物すぎる。なんかよくわからんけど、いわしせんべいこれはおじさんの食べ物すぎるけど、なんか美味しそうと思って食べた。食べたじゃない、買った。おじさんの食べ物でも、お供はお茶です、私はそう、なんかお酒が合うの感覚ちょっとわからんやん。このこういうものにはお菓子が、お菓子じゃない、こういうおつまみにはこういう酒が合う、意味がわかりません。理解しがたい。美味しいかな。でも初めて、なんか初めて買ったやん普通にお菓子として好き。お菓子じゃないんかな、みんなからしたらおつまみ、でもさからしたらお菓子。コロの困りごと相談室さん、 MJ さん、さやまっちさん、ガエルサンタさん、かわいいギフト、ケンジさん、かわいいギフト、ウエマンさん、バオバブさん、アダチさん、ヤスベイさん、待ってたよギフト、ありがとうございます。おいしい。こういうのって開けたらさ全部食べてしまうよね。なんか閉じることができん、袋をそう、袋を閉じることができない。もう開けた時は全て食べるとき。これでもなんかなんとなく美味しそうだなと思ってね。買ってみて。ちょっと開けてみよう。あの締めやすいようにちょっとしか。ではみんなに味の感想を。分かった、これはあれだ、小学校の頃とかにアーモンドフィッシュみたいな出とった、あれと同じ味がする。わかる？いわしせんべい。あの感じ。なんか二十歳になる前はさ、こういうのをさ好きって言ってもさ別に何も、まあでも酒飲みになるよとか言われよったけど、歯が聞こえたの全然。このこれが好き。カルシウム取れるらしいけん、いいんじゃないカルシウム取れるなら、うん、スナック菓子食べるよりこっち食べた方が良さそう。
歯茎には刺さらん。カルシウム 288mg。 カルシウムでホコリっぽくなくなるんですね。あ、関係ねえっつう。お菓子でこれ食べよったら面白いよね。とか言って、こんなの止まらなくなるよ。全部やめられない止まらない系ですからね。止めた。止めました。止まらなくなるから止めました。これはまあイワシはね全然いいんでは。止めたけど止めてない。一瞬止めただけ。骨、めっちゃ骨が。ついて、健康系。食べちゃえ食べちゃえ、みんな食べちゃえ。モンブランさん、赤やるさんとさん、ありがとうございます。サロ、こういうの食べたら、あ、濃い緑茶、濃い茶が飲みたいなってなる。
尺してください皆さん。今日でも何曜日だっけ、水曜日か。硬いわ。骨まで丸ごとですからね。みんなお家で飲むんですか？ドキドキビール、あ、時々時々ドキドキビールっていうものがあるんかと思った。まあサラでいうカフェに行くみたいな時間なんでしょうね、きっと。疲れを飛ばす時間。あ、でも確かになんかオタ活終わりに待って今無意識に開けた無意識のうちに食べ残せるようにとか言ってちょっとしか開けんかったくせに。質素の夕飯を食べましたお話し会買いすぎて毎日春雨ですって。春雨？じゃあ毎日もやしにしてもっと買いましょう毎日もやしにすればもっと買います。そう、こうやってね買うとさ、数袋買うとさ、その数袋全部をさ食べてしまうわけよ。だから私はなんていう、あの買いだめをしない、できない。しないしできない。
もうないよ、ほぼ。最後の一個ないもうないです。歯にくっつく系醤油が早くなくない？これ結構少ないよ、こういうのは。24g しか入ってない。夜ご飯はとっくの前に食べました。7時ぐらいに食べました。つまみ系アイドル最悪、そんなの最悪。それでお酒が好きならいいけど、好きでもないのに最悪じゃん。本当にただのおつまみ系お菓子、おつまみ系が好きだだけな人になる。買いだめは良くない、できない。本当にお腹がパンパンなぐらいお腹いっぱいな時じゃないと買いに行けない。買いに行けません。マラブさん、コスモスたくさんありがとうございます。喉が渇くね。お菓子食べると湧きますからね。ごくり。今日はそんなに歩いてないかも。6700。
最近がめっちゃ歩いとったけんさ、6700歩、まあ7000弱でも割と歩いとるのに、歩いてないって感じるようになった。感覚が変わった。そう、でもなんか歩数稼ぎにスーパーとかコンビニ行ったら結局買いすぎて買って食べて、なんか歩いて健康的とか思っとったのに無駄に食べとるじゃんってなることもあるよね。まあ歩数稼ぎをしたっていうよりか、まあ歩数稼ぎというか、まあでもあのね、この前配信で言ったなんか歩数のアプリはまあ消したんですけど結局なんかヘルスケアの歩数のやつで変わらんやと思って、あのアプリはもう消したので入れてません。必要ない。アップルウォッチ持ってない。え、持ってない。でもヘルスケアで見れるから。今日は23000歩。2万なんてさ、テーマパーク行ってもあんま行かんよ2万歩は。テーマパークに行っても2万って行かないですよ、なかなか。確かに、はあ、確かにね、朝から晩まで歩けばそれぐらい行くんかな。475ライダーさん、ありがとうございます。確かにね、1日平均2万ってやば。どんだけ歩いとん、どんだけ歩いとん。バスとかタクシーとか乗りなよそこまで来たら。たくさん歩いても意外と消費されないカロリー。気にしない気にしない
気にしない気にしない。もう9時半か、もう9時半か、なんか人間早起きして早く寝ることが一番いいことって思うけど、でもたまに夜更かししたくなる日もある。けど結局早寝早起きが一番いい気がする。津賀さんありがとうございます。夜更かしするときはもう本当にもう良くないですよね。ウーバーしてハイカロリーなものを食べながら YouTube とかなんか見てないドラマとか見て、あとかあとはもうベッドでゴロゴロ TikTok とかを見ていたら感じですね。早起きして朝散歩する生活、それはなかなかできないですねそれはなかなかできない。そういう日も全然あります。ただちゃっちゃと寝ている日もあります。でもショールームしてない日はだいたいなんかもう早く寝とる日かも。11時とか10時、18時半11時とかそういう日もあります。本当様々ですね。なんか帽子ギフトありがとうございます。でも今日ねそんなめっちゃ早起きしたってわけではなかったけど、あれ途中ドラマ見とったらめっちゃ眠くなって、なんか本当にもうこう 見たいのに目が閉じるみたいな、久々になんかこんななって、で気づいてパッて目開けたらまだそのドラマがあっとって、あれみたいな、そんな寝てなかったかなと思って見たらもう2話になっとって2話の途中まで来とって、あれみたいな、めっちゃ気づいたら夕方寝とった。なんかめっちゃ眠、めっちゃ睡魔に襲われた、なんか分からんけど。
配信早めかな。でもさ、普通に考えてさ、もうみんなまひっとる気あれやけどさ、10時から配信とかさ、普通じゃないよね。普通じゃないというか当たり前じゃないというか、22時ってさから配信したりとか、24時まで配信してるのってあんまりさ、なんかね、普通じゃないと言いますか。たまに冷静に思うときある。一人暮らしのあれやったらいけるけど、実家に帰った時とかになんかふと思うときある。そう、みんな感覚がおかしくなってる。実家時代を思い出したいよね。実家時代、小さい頃の小中学生の頃の時間感覚というものを思い出したいよね。まあそんなこんなでランキング読もうかなと思います。私の今目の前にはポリンキーとイワシせんべいの食べたゴミがあります。まあ配信終わったらすぐ捨てるんですけど、りょうへいさんありがとうございます。それではランキングを読みたいと思います。48位ミシュランさん、24位ミミンさん、13位ウェマーさん、12位ピヨシさん、11位サヤマッチャさん、10位タケマツルさん、9位バオバブさん、8位 MJ さん、7位ウエデマス元気さん、6位めっちゃキノコさん、5位ユウちゃん、4位ケンジさん、3位ヤスベイさん、2位ナラブさん、1位赤ヘルサントさん、ありがとうございました。今日の夜食は以上。さあどうでしょう。さあどうでしょう。わかりません。まあそんなこんなで終わりたいと思います。インスタいいねとコメントしてください。待ってます。それじゃあ終わります。ありがとうございました。バイバーイ。